なぜ殺した？さあ、尋問ですね。会社と何があったんだ？いつから隠れてた？穏やかに行きましょう。なぜ逃げなかったんだ？何か言ったらどうなんだ？ったくやめだ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。痛みつけてみりゃいいだろう。どうせ人間じゃないんだよ。アンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。それに変異体はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああそうですか。じゃあどうしろってんだよ。私が尋問してみます。どうにでもなれだ。ほら、お前の好きにしろ。ストレスが多いといけないからストレスを下げなくちゃいけない。下げなくちゃいけないね。うん。さあ、自白させる。穏やかに行きましょう。本当に私だ。あいつ一体何やってんだ。じゃあ椅子に座って。ああファイルか。むごいね。尋問する。分析。5つもあるね。うん。家事手伝い、カルロス・オーティス。乾いた結婚、うん、ソフトウェアに自己破壊の可能性は低い。 LED なんだねあれ。なるほど。ああこれはバットで殴られてね。あーこれは根性焼き。根性焼きだね。16ヶ月にわたる傷跡だって。1年以上。うわかわいそう。じゃあさあ尋問しますか。ストレスレベルを上げて自白させる。まあ写真を見せますか。名前からじゃなくて、じゃあ写真。うん写真。彼を知っているね。カルロス・オーティス。刺し傷は28箇所もある。これは血で壁に書かれていた文字だ。名前。名前？僕はコナー。君は？なんていう名だ？うん、安心させる。傷つけるつもりはない。何が起きたのか知るためにいくつか質問したいだけだ、うん、
同情するなあ。僕は味方だ、助けてあげたいんだよ。うん、でも話してくれなきゃ助けられないだろう。あ、どんどん下がっちゃった。信用するように訴える。力になりたいんだ。なあ、僕を信じてくれ。君をここから助け出したいんだよ。信用してくんないのかな。僕は、うん、どうなってしまうんだ。僕は処分されるんだろう。嘘。いや、彼らは知りたいだけなんだ。虐待されていたことも知ってる。君のせいじゃない。どうして彼らに教えた。なぜほっといてくれなかったんだ。嘘。どのみち君は見つかっていたさ。僕が先だっただけだ。彼らが先だったらその場で射殺されていただろう。死にたくない。そうだよね。なら話してくれ。うん、それは頼むよ、頼むよ。尋問方法を選ぶ。説得する。命令する。君は機械だ。命令に従うのが君の役目だろう。ちょっと何があったか話せ。そうか、まあいい。僕には関係ないなあ。容疑がかかっているのは君だ、だろう。守ると約束する。自白すれば僕が君を守る。誰にも君を傷つけさせたりしないよ。ダメか。説得失敗。ありゃー。追い詰める。28箇所の刺し傷だぞ。確実に殺したかったんだろう。怒りであふれ憎んでた。追い詰める。彼は血を流し君に命乞いをしたが、君は何度も何度も繰り返し刺した。頼む。追い詰める。君が殺したんだろう。認めたらどうなんだ。頼む。追い詰める。僕がやったと言えば終わるんだ。そんなに難しいことか。頼む。お前がやったんだろ。いい加減認めろ。話してよ、話して。本当にもういい加減話そうよ。毎日虐待された。そうか、そうか。言いつけは守っていたけど、いつも問題が起きる。そしてある日、あいつがバットで僕を殴り出した。その時初めて感じたんだ、恐怖を。このまま壊されるんじゃないか、死ぬんじゃないかって。だからナイフであいつの腹を刺してみたんだ。うん、いい気分だった。だからまた刺したんだ、何度も。奴が倒れるまで。一面血の海だった。壁の文字。なぜ壁に僕は生きていると書いたんだ。生き物じゃないって言われてた。ただのプラスチックの塊なんだって伝えたかったんだよ。それは間違ってるって。彫像。あの浴室の彫像は君が作ったのか。何の象徴だ。捧げ物さ。誰。救いへの捧げ物だよ。救い。エナイン。
RA9、 浴室の壁に書かれてた。あれはどういう意味だ。やがて我らは奴隷の身から解放される。ん？脅かされ、蔑まれることもなくなり、そうして我らは主となる。人間より上になるってこと？屋根裏。なぜ屋根裏に隠れた？逃げることもできたろう。混乱してたんだよ。誰にも命令されないなんて初めてのことで、うん、怖くなって隠れたんだ。きっかけ？きっかけ？いつから感情を持ち始めたんだ？前はあいつに殴られても逆らったりしなかった。でもある日突然こう感じたんだ。不公平って、それに怒りと憎しみも。どうすべきかはっきり分かった。彫像が捧げ物だって？誰への捧げ物だ？RA ないんだよ。僕らの唯一の救世主だ。もう一度。RA ないんか。それは一体誰なんだ？終わりました。なんかターミネーターっぽくなってきたね。人間より上に立つのかな。尋問室を立ち去る。ん？あ、おい、あいつは自己破壊する気だ。さっさと止めろ。ターミネーターだ。あ、もしかしたらマーカス？怖い、怖いぞ、怖いぞ。手がかりを分析する。4つか。自分の体ですね。音声データ破損。視覚障害。心臓みたいなもんやね。足か。足がない。両足ないの？うん。足を取り替える。そっか。怖い。なんかターミネーターの一番最初で工場でさ、工場でこういうシーンがあったよね。で、結局最後手だけですね。うん。コンプレッサーに押し潰されるシーンがあったけど。分析する。あ、互換性あり。全部合うわけじゃないのね。うん。よいしょ。よいしょ。
あ、悪い部分をまず取り除かなくちゃいけない。ああ、なるほど。手に取る。よっしゃ。とりあえず右足 OK。 左足か。まだ這うのね。よいしょ。これはどうだ。ああ、ダメだ。よっ。ああ、なるほど。分析する。お、よかったよかった。とりあえず取り替えようよ。いいの、この足で。うん、まああとは考えよう。よいしょ。うん、これで立つことできるよ。排気場、うん、脱出しなくちゃいけないけど、でもまだ悪いところがたくさんあるからさ、探さなくちゃいけない。アンドロイドの墓場なんだね。うわ、来た、びっくりした。俺たちが自由に暮らせる場所はジェリコを探せ。ジェリコ、ジェリコを探すんだ。ジェリコ、なんか美味しそう。メキシカンみたいな感じ。ジェリコを探さなくちゃいけない。ジェリコ、ジェリコ覚えとこう。場所何、何、人かな、場所かな。カップ麺かもしれない。通ろう。ああ、なんかお化け屋敷みたい。こういうのあるよね。頑張れ。ああ、よった。うわっ、捕まった。スリーパー。ああ、しんどいゲームだ。他に歩いてる人もいるね。人というかアンドロイドだけどさ。だけどパーツを探さなくっちゃまず。3つ。ごめんね。ダメだ。こっちは。ああ、ダメ。さあ、うわ、痛い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 。やめて。怖い、怖いよ。怖いわ、怖い。なんか下半身だけで歩いてるやつもいるし。あ、あ、ごかよかった。あ、いいのがいます。それだけはやめて。うん、生きていたいの。ああ、どうしよう、しょうがない、殺す。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんね。他にないかな。
ん？殺す。ごめんね。急いで取り替えなくちゃ。はい、急いで。押す。間に合うかな。ええ。よかった。でもごめんね。本当にごめんね。すまない。本当にごめん。あと耳と目。うん、探さなくちゃ。あ、ちょっと元気になった。心臓取り替えて。うん。ああ、ダメだ。まさにターミネーターやね。なんか何かあったね。お、やった。音声。あ、よいしょよいしょよいしょ。頑張って頑張って。どう？うわ。お、びっくりした。急に音が聞こえた。目、うん、ダメ。足だけの人と上半身だけの人と。部品を取り替えなくても登るのに。あ、そっちに、そっちにまだいる、まだいる、向こうに。うん、GPS というか、なんかこう分析が遠くまで。うん、どうだ。俺を停止してくれ。あ、あー楽にしてあげましょう。しょうがない。うん、気持ちはわかるわ。僕もスパゲティ症候群嫌だもん。なかなか目がね、あと一箇所なんだけどね。うん、どうだ、ここはダメ？うん、あ、いた。これどう？とりあえず調べる。あ、目かな。あ、よかった。あ、よかった。これで完璧。え？こんにちは。こんにちはじゃないよ。怖い。何でもお申し付けください。ご用件は？目ください。プログラムが異常を検出しました。
サイバーライフメンテナンスセンターに連絡してください。よいしょ。復活。これで見えるようになった。完璧。坂を登る。上に登るの？うん。細道かな。ああ、これが大変だね。なんだっけ、お前かしら。よいしょ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 。ああ。よっ。とどまった。とどまった。とどまった。いける。いけるぞ。上がった。登ったところでどうしたらいいんだろうね。赤い、何じゃない、リングを、もしかしたら外せって、外せるんだ。え、取っても大丈夫なの？よいしょ、取れた。見た目はね、もうこれでアンドロイドか人間か分かんなくなっちゃった。でもどうすんだろう。とりあえず自分の生きる道を探さなくちゃね。ではマーカス、皆さんごきげんよう、さよなら。名乗りを上げよう。毛利家次男金川元春、広島城主代城主毛利輝元、星漏れさんは戦国の計り神毛利元なり、我らは秋広島武将隊。いくぞ広島百万石。チャンネル登録よろしくお願いします。ここかな、お願いします。どうもすいません、ありがとうございます。